さん、はい、スキップからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは健康工房カイロプラクティックスキップ代表の目黒さとみさんです。はい、目黒さとみです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、お人形ちゃんがいっぱいあります。はい、これはもともとこのお人形ちゃんの前にこれがもともとこちらの、まあ、アイドルというかキャラクターとして存在していたそうですけれども、はい、これ何ちゃんっていうんですか。これもスキップちゃんです。これスキップちゃん。そうです。これスキップちゃんということで。スキップちゃんです。なんか赤いタスキ掛けしてるのがこれポイントみたいなんですけど。そうなんですよ。こんなことを一緒にお届けします。はい。後ろにいる子はちょっとスキップちゃんに似てるということで。そうですね。ね、いとこです。いとこ。はい。いとこちゃんがいらっしゃいます。はい。今日着てらっしゃるのもまたこれ、はい、スキップの T シャツなんですね。そうなんです。はい。見せますか。背中にこうこのように、あ、見える見える、これ綺麗に見えてこんな目黒さんの、サロン、こちらサロンがまた後ほど詳しくご紹介いたしますけれども、はい、もうすぐオープンということでね。そうなんです、3月1日にオープン予定です。はい、はい、とても綺麗で、快適ですよ。はい、快適です今日はスキップさんからお送りいたします。はい、カイロプラクティックのお話がいろいろ出てまいりますけれども、はい、3つのキーワードご用意いたしました。はい、こちらになります。じゃん。心身が疲れた人の助けになる仕事がしたかった。藤野の自宅でスタートしました。カイロの仕組みが分かれば世の中が明るくなる。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、はじめにですが、はい、なんでこういうお仕事をするようになったのかっていうところから今日は伺っていきたいと思います。はい、きっかけはどういったところだったんですか。そうですね、子育てをしている時に、うん、まあ結構いろんなことが起こりまして、はい、いろんなことありました。はい、ありました。はい、でその時に、はい、結構心身ともに辛い時期があったんですね。はい、で、まあ、ある程度、はい、その時期を乗り越えて、子供大きくなりますからね。はい、その時すごく大変なんだけど、まあ、乗り越えるんですよ。そうなんですよ。大きくなるから、はい、はい、うん、その時に周りを見渡すと、はい、まあ私は子育てでしたけども、うん、自分の健康とか、はい、家族のこととか、うん、やっぱりこう悩まれている方がいかに多いかっていうことを、うん、はい、そこで実感したんですよね。はい、はい、うん、それで何かやっぱり自分も経験してきたし、うん、そういう方々の役に立つような、はい、手助けができるようなことができたらいいなと思って、はい、うん、いろいろ探しました。うん、自分も大変だったけど、はい、ふと周りを見たらいっぱいいて、いろんな人がね、そういう人たちの手助けになるような、うん、まあ普通に考えたら、普通っていうとなんですけれども、はい、例えばカウンセラーさんとか、はい、いろいろいるじゃないですか。はい、そういうご悩みを聞いてあげる、はい、そういうんではなかったんですね。そうなんですね、うん、一番最初にやっぱり思い浮かんだのがカウンセラーだったんですけれども、うんうん、自分はやっぱりこう言葉がね、うん、得意ではないし、こんなによくお話しされるのに、得意じゃないしで一緒にね、うん、なんかお話を聞いてるうちに多分私は落ち込んじゃうだろうなと思ったんですよね。そうね、そうね、はい、カウンセラーさんってやっぱそういうところを聞くんだね。そうなんですよね、うんうん、それで、うん、じゃあこの私にできることは何だろうって考えた時に、うん、そうだ、言葉ではなくて、この手を使って何かこうお手伝いできたらいいなと思って、はい、いろいろ調べました。自分ではビビビと何か手を使って、はい、皆さんを癒してあげることがしてみたいな。そうなんですよね。最初どういうところから入ったんでしたっけ。最初は、はい、あまりそういうところに通っているタイプではなかったので、うんうんうん、ポッと思い浮かんだのが、うん、ハリキューマッサージとかね。うん、なるほど、はい、うん、そういうところなのかなと思って、うん、そしたらお友達がこの年齢でね、うん、始めるには時間とお金があまりにも、うん、勉強することいっぱいあって、うん、そうかかるし、学校入って大変だよって、大変だよっていうことで言われまして、うん、だったら何があるだろうと、うん、でこうタウンページとか調べまして、うんうん、そっか整体っていうのがあるのかとかね、はいはいはい、そういうところに行って、はい、どうやったら取れるんですかっていうことを聞きに行ったりとかしてたんですけれども、うん、そのうちに巡り合ったのが、うん、
実はこうリフレクソロジーっていうものだったんですよね、うん、リフレクソロジーってどういうものですか？そうなんですね、はい、あの足のマッサージ、簡単に言うと足のマッサージなんですけれども、はい、足の裏にね、あのこう体の反射区っていうのが全部集約されているので、そこを刺激してあげることによって、まあ、健康になれるよっていうものだったらしく、はい、でそこでまああの習うための料金とかも聞いたら、うんうんうん、あこれなら自分でもできそうだなと思ったので、はい、一番最初にやったのはリフレクソロジーでした。あなるほど、はい、リフレクソロジーで足の裏こうできるようになって、はいはい、そこから今度はこう人のこう手当てをしていくことで体が変化していく、そっちの世界にどんどん目覚めていくんですよね、うん、そうなんです、はいはい、でまあ足ももちろんそうなんですけれども、うん、でもやってるうちにやっぱこう体のその辛い部分に直接なんかアプローチできるものは何かないかなっていうところで、うん、リンパマッサージっていうですかね、はい、はい、でそこの資格を取ることになりました。はい、その資格も取り、はい、はい、でそれをあのやってはいたんですけれども、どうもやっぱりこう、うん、納得がいかない部分があったり、その時は気持ちいいんだけれども、同じことを繰り返してしまうんだよっていうことを、はい、まあ、患者さんの体を見てても感じたし、患者さん自身も感じてたので、他に何かないんだろうかっていうことで、まあ、一生懸命ね、また調べてみたんですよね。ま、ここが偉いなと思うんですよ、はい、こういろいろこう自分にフィットするものを、はい、いやもっともっとということで勉強してもまた探していくって偉いなと思うんですが、うん、そこで出会ったのが何だったんですか？そうなんです、そこで出会ったのが、うん、このカイロプラクティックだったんですね。で、あの仲間の方にカイロプラクティックの1日教室があるので、うん、ちょっと出てみないって言われたので、はいはい、そこに出ました、はい、で、まあ、何気なくね、うん、あの行ったんですけれども、そこで聞いたお話が実は自分が探していたもの、はい、それだったんですよね。カイロプラクティックっていうのは、うん、もうこう人間にとって絶対なくてはならない姿勢があると、うんうん、でそれは S 字カーブ、首のカーブであり、うん、腰のカーブであり、でその姿勢が全てに影響するっていうことですね、はい、背骨の中にはあの脳からの命令の自律神経ですね、はい、脊椎神経が流れているので、うん、やっぱりちょっとしたその歪みが出てくる神経圧迫を起こしてしまうということで、だから今の辛い症状は実はその姿勢の崩れ、体の歪みから来ているっていうことが急に聞きまして、はい、それがね目から鱗だったんですね。そこなんだと、はい、探していたものはそこなんだと思って、まあ、そこからもうまっしぐらでした、はい、まっしぐらに勉強されて今日に至るということなんですけど、せっかくですからカイロのお話もちょっと伺いたいなと思ったら、おやここにこんなものが、はい、これでよくお話しされるっていうことなんですけど、そうなんです、これはもう小太郎くんっていう名前がついてるんですけどね、そうなんですか、はい、はい、人間って絶対なくてはならない姿勢があります、はいはいはい、首のカーブと腰のカーブと背中の丸み、はい、うん、これちょっと避けますか、ね、はい、これちょっと避けて、はいはいはい、いいですよ、はいはい、アルファベットで言うと S 字カーブなんですね、うんうん、はい、人間はもうね不安定な2本足の動物なので、この重たいボーリングの重さもあると言われている、この重たい脳の入った頭 を、はい、こう体重分散しながらどこにもこう負担がかからないようにできているのがこの S 字カーブなんですね、うんうん、で全てこの S 字カーブに合わせているので、筋肉のつき方も、それから大事な脊髄神経、はい、これほとんど自律神経なんですけどね、はい、見えますか、はい、これこういうんですよ、自律神経、そうです、これぐらい、ここぐらいに来て言った方がいいかもしれない、あ、はい、お世話、はい、どうぞどうぞ、はいはいはい、で自律神経も、うん、はい、この中に入っているんですけども、これは一個一個の背骨の両サイドに小さな穴が開いていて、うんうん、ここから全身に神経が張り巡らされてるんですよね、はい、この先の仕事っていうのは解剖学的に全部決まっているので、はい、もし歪みがありました、歪みがあったとしたら、たら、はい、この出口の神経が圧迫されて、いろんな症状が起こってくるんですよね、うん、もうその症状は2万種類以上あるって言われてるんですけれども、うん、はい、だからその症状を少しでも改善したい、予防したいっていうのであれば、もう絶対この S 字カーブに戻してあげることが大事なんです。はい、姿勢が大事なんですね。そうなんです、はい、うん、で施術でもちろん
この S 字カーブに整えるんですけれども、でも一番大事なのはやっぱりその歪んでしまう生活の癖を見直していくっていうことが一番大事なので、うん、なぜそこが歪んでるのかっていうのは、そうです、ね、はい、自分で自覚するということですね。そういうことなんです、はい、うん、それを患者さんと私たちと一緒にこう見直して、ね、あの少しでもこう大事な S 字カーブに近づけていこうっていうのが回路なんですね。でも最初のとかかりのところのね、自分の手をどれどれ、あ、ちょっと冷たい、いやいや大丈夫です、太いです三浦さんのこの手を使ってというところが、はい、確かにあの皆さんもあのご経験あると思うんですけど、例えばマッサージとか、うん、そうだな、美容師さんとかもそうかもしれない、その体に直接触れるって、うん、許しの必要な作業だし、そうですね、うん、そのテクニカルなところプラスあのもっとやっぱりこうちょっと精神的癒しっていうか、うんうん、そこのところもすごくこう元気になるために影響力が大きいですよね。そうですね、うん、ウェイトも大きい、はい、でそこのところこう言葉かけをしながら、うん、この手当てをしていきながら元気にしていくということで、あのいろいろこう勉強した中でたどり着いた回路だったとそうですいうことなんですよね。カイロのお仕事って何年目になるんですか？カイロ自体は7年ですね。7年、はい、はい。もともとはスタートどちらでしたっけ？スタートは自宅が南区の富士野なので、はい、富士野で始めました、はい、ここから始めました、はい、ではそのあたり2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです、じゃん、